皆さんこんばんは。ニュース ABM の時間です。今夜の ABM クローズアップ、ゲストはシンガーソングライターの阿部萌さんです。阿部さんには5日間にわたって6月6日発売のアルバム戦いは終わらないについてお話を伺っております。3日目の今夜は嫌われてないかな、サンデーモーニング、プレイボーイについて伺いたいと思います。阿部さん、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。7曲目の嫌われてないかなという楽曲なんですけれども、この曲は男性視点で片思いの物語が綴られた切なくも爽やかなミディアムチューンですけれども、こちらはどのようなイメージでお書きになったのでしょうか。そちらをお聞かせいただけると。これはなんかその本当に学生時代の切ない気持ちとか、はい、なんか本当なんかこう昔の私の恋愛像みたいな感じですよね。本当になんか好きな人の前では言葉も喋れもしないし、笑えもしなくし、なんなら顔も見れないみたいな。でもなんかそういう甘酸っぱさをある日ふと思い出して書いたんですよね。だから今回のこの歌っていうのは、その実体験とかすごくリアルとかそういうのとは少し違うんですけど、なんかだから誰しもが多分経験したことなら甘酸っぱい気持ちをちょっとまあそういう物語調に書いてみるっていうのもどうだろうっていう、私の中ではまたちょっと新たな試みに進めた曲ではあるので、うん、結構なんか意外と気に入っている曲なんですけど、はい、なるほど。なぜ今回主人公を男子学生にしようと思われたのでしょうか。なんでだろう女の子がそんななんか言ってもそのまんまだから私が結構そういう男子は割と好きなので。あ、そうなんですね。なんていうのかな、ちょっとこう頼りなかったり、うん、臆病だったりっていう男子、すごくやっぱ、はい、私だけじゃなくて結構やっぱ、いやでもそうかな、私だけかな私が好きだからはい、なるほどありがとうございます。続いてサンデーモーニングという楽曲なんですけれども、こちらは J-POP 的なアプローチによるサマーチューンですけれども、どのような流れで生まれた曲なんでしょうか。これはその友達、40代の女友達が私にはいるんですけど、彼女と話している時に、所詮男の子はおっぱいが好きだという話になって私がそういう話をしたんです、彼女に、はい、そしたらそうだねって言って、もうちょっとその胸とか見る前に見てほしいよね、そのもう少し上にあるたくさん塗ったまつげとか、うん、いっぱい塗った唇とかって言ったんですよ彼女が、はい、それいいねって言って、うん、ちょっとじゃあそれ歌にしよっかって言って、その場でサビができて、じゃあちょっとこれ歌にしとくよって言って作ったんですよね。なんかちょっとそのお遊び的な勝手なイメージで私 の, その思う男の子の本音みたいなのを書かせてもらったんですけど、うん、はい、なるほど。歌詞の書き方にも新たなチャレンジを感じさせていただくんですけれども、こちらはね、本当だよねなんかちょっとこう丁寧な言い方だったりとか綺麗な言葉を使ってるんだけども、歌ってることとしてはものすごくなんかそのまあセクシャルな本音の部分っていうか、うん、でもそれも私のイメージでしかないんで、うん、男の子がこう感じてるのかなっていう感じで、うん、それを綺麗な言葉で表現しましたよね。その作業はすごく面白かったです。なるほど、ありがとうございます。続いてプレイボーイという楽曲なんですけれども、パンキッシュかつポップに振り切れた楽曲ですけれども、こちらはどのようなイメージで。この曲はなんかそのとりあえずノリ重視だったんですね、うん、ライブでこうタオル回したりだとかクラップが鳴る曲っていうのを必ず入れたいと思っていて、はいはい、でこの曲はなんかこうカウボーイ的なちょっとこう、はい、テレレンテレレンみたいなそういう要素がすごくあったので、でその書いてること自体はまあ、これも私が経験したことですよね。なんかそんな思わせぶりなことをしといてなんか、うん、その気がないみたいなことですよね、うん、その気なかったのみたいな、うん、なんかそういう気持ちを書いてみました。なるほど。ライブで大盛り上がりになること必須だと思うんですけれども、曲作りの段階でライブを強く意識されましたか。しましたね、うん、もう本当それこそそのくるくるタオル回したりとか、うん、
みんながその歌って、まあ、この曲に限らずなんですけど、みんながこうここは声を合わせて歌えるよなっていうポイントを作ったりとか、うん、まあ、なんかそのハンドマイクでこう動きながら歌ってる私のイメージとかをこう浮かばせてで作りました、うん、なるほど、ありがとうございます。本日も阿部真央さんをゲストにお迎えしました。今日もありがとうございました。ニュース ABM、 皆様今夜も楽しんでいただけましたでしょうか。明日も引き続き阿部真央さんにお話を伺いたいと思います。ぜひご覧ください。それでは良い週末を。お相手阿部真央でした。